バファローズファンの皆様、お待たせいたしました。ヒーローインタビューです。今日のヒーローは決勝タイムリーを放ちました吉田正尚選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、今日は両チームなかなか点が入らない中で迎えた7回のチャンスでした。どんな意識でしたか？初回のチャンスで打てなかったので、もう一度チャンスが来たので、積極的にバットを振りに行きました。その結果ツーアウト、追い込まれてからの勝ち越しタイムリー、振り返ってください。もう追い込まれたので、少し広めに気持ちを置いてなんとか、はい、バットに当てに行きました。さらに後のロメロ選手も続いてチームは2桁13安打です。あの1点も非常に大きかったですよね。はい、いいピッチャーなのでなかなか点取れないっていうのはもう分かっていたので、少しでも、チャンスが来たら積極的に行こうと思っていたので、まあ、それがいい結果になってよかったです。さあ、これでご自身今日もマルチヒットの活躍です。4試合連続の複数安打ということになりました。こちらについてはいかがでしょうか？まあ、いい好調をキープしながら、まあ、いい時も悪い時もあると思うんですけど、まあ、ベストな状態で、試合に臨めればいいかなと思います。さあ、それでは最後に明日への意気込みを聞かせてください。もう勝つことだけなので明日も、たくさん点を取ってピッチャーを援護したいなと思います。ありがとうございました。今日のヒーローはバファローズ吉田正尚選手でした。今日吉田正尚は2安打の活躍、7回タイムリー、これが決勝タイムリーということになりました。はい、いや、本当ね、あのタイムリー、はい、初めてね、岸が逆球投げちゃったんですよね。今日そんなに逆球ってなかったんですけども、ちょっと力入っちゃったんですけどね。今日は吉田は2本のヒット、2本ともセンターへのタイムリー。そうですね、センターへのヒット、はいはい、まあ本当いいバッターですね、これはね。ですね、はい、このところ